はい、今回はタイトルタグについてやっていきたいと思います。タイトルタグっていうのはすごくね大事なものになってくるんですよ、ね、で多分ね一番大事なんじゃないかなと最終的にはねなってくるんですが、まあ、HTML だとですねヘッドタグの中に書いていくものになります。で今ですね HTML をちょっと用意します。はい、でこの HTML タグの中にですね基本的なねVS コードを使って基本的な HTML タグのを書いたんですけども、この中に HTML から始まってヘッドとボディというものがあるんですが、ヘッドの中にメタタグの下にねタイトルタグっていうふうにここに書いてあります。でこれがですね例えば検索結果とかですね、あとはブックマーク、まあ、サイトのタブなんかに表示されてですね、ことになるんですけども、ここを検索結果で見るとこんな感じです。こんな感じ、はい、検索結果で見るとここですね、この部分っていうのはタイトルタグっていうものになります。なので結局最終的に検索のキーワードとかが入ってですね、検索した時にどのね検索キーワードで引っかかってくるかとかっていう SEO っていう部分にもですねすごく大事になってくるところになります。はい、でここを書き方っていうのが、なので普通にね例えばシンプルにタイトルタグについて、はい、まあ、こういうふうに書いてあげてもいいんですけども、先ほどので見た通りですね、こういうふうに SEO におけるタイトルタグの最適化の方法みたいなね書き方をしてみたりとか、ね、タイトルタグとは SEO を意識した最適な文字数というふうに書いてあげたりとかですね、まあ、いろんなね書き方ね、こう検索キーワードを入れた書き方っていうのをねやっていかれるといいんじゃないかなと思います。ね、タイトルタグについて書き方から、まあ、SEO に関する、ね、SEO の最適化までをとかいうふうにですね、こうグッとこう惹かれるようなね、まあ、文言とかにしてあげることが結構多かったりします。でこのタイトルタグっていうのはページごとにつけることになるので、例えばそうですね、こうブルーコーヒーっていうねウェブサイトを作ってたとしたら、トップページはブルーコーヒーだけでも OK ですし、トップページにここそうですね、まあちょっとここ福岡なので福岡の老舗コーヒーショップ、はい、ブルーコーヒーっていう風にちょっとしたですね検索ワードを入れてあげてもいいと思います。でこれねメニューね別のね、はい、これトップページだと考えてですね、トップページ以外にも例えばメニューページとかアバウトページとかコンタクトページとか、まあいろんなページっていうのがあるんですけども、そのページとかだと例えばブルーコーヒーの、はい、メニューページとかこういうふうにねちょっと区切り線とかを入れてあげて作ってあげるとかですね、おすすめメニューを書いてあげるとかですね、まあ、いろんな書き方ができます。ただページごとに書いてあげるので、でそのページの中身をね一言で表したらこんなページなんだよっていうようなことを書いてあげるってことがね大事です。でじゃあここってね何文字でもいいのかっていう話になってくるんですけども、タイトルタグは基本的に30文字くらいまでをね目安に書いてあげるといいです。というのもですね、理由っていうのがあって、ここ点々点々ってなってるでしょね、ここ点々点々ってで、こういう風に点々点々っていう風に書ききれなかったところは点々点々で隠れちゃうんですね。だから隠れないようにするには、まあ、大体30文字ぐらいを目安に考えたらいいんじゃないかなと。ただあまり意識せずに気にせずね隠れても問題はないので、長くしてもらって全く問題ないです。基本的に必要な時に必要な分だけ書いてあげる。ただし先の方ね、要はここで言うと手前の方ですね、この手前の方によりちゃんと伝えたいことだったりとか、検索のキーワードだったりとか、そういったものがより手前手前に書いてあげて、30文字を目安に30文字前後ぐらいで考えてもらうとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で実際にちょっと見てみようと思うんですけども、例えばここですね、さっきの方がいいですね、はい、こういうふうにね書いたとします。これをインターネットでちょっと見てみたいなと思います。これをブラウザ上で見てみると、はい、こうなります。ここですね、
タイトルタグについて書き方から SEO の最適化までっていう風にタブのところ、このタブのところにもタイトルは出てきますし、あのブックマークに保存する時のタイトルとしても使われますね。あのここのタグ、ブックマーク、そして検索結果とですね、すごくあの大事なところにね、かなり書いていくようになりますので、はい、そうですね。で、検索ワードを書くときはですね、あの基本的に自分が伝えたいことっていうのを書くのが一番なんですけども、あのそれと同時にですね、どういう言葉で検索かけてくるかなと、ね、いうふうに検索する人側、ね、する人側に立って考えてあげるっていうのもね、すごく大事なことかなというふうに思います。ということで今回はこのタイトルタグについてですね、まあ、SEO というところまでちょっとね深掘りして話していきました。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。また概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。